どうも、ついちゃんことついのぞみです。はい、今回はですね、今日ねコストコに雑誌の撮影で行ってたんですよ。コストコ結構割とこの1ヶ月以内に行ってたから、もう買う気はねあんまりなかったんですけど、行っちゃったらこれ可愛いっていうのがねあって、つい買ってしまったんですよ。なのでちょっと今日はその子たちを紹介していこうかなっていう動画になっております。いつものこまごました購入品っていうよりは、結構割とこうボンボンボンみたいな感じの購入品になっておりますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。スジチャンネル。さあ、ということでですね、まずはあのね、違うのよ、この子を見ちゃったからもうこっちも買おうみたいな感じの流れになっちゃったんですけど、ですねいきますよ。我が家多分もう5人目ですかね、いや6人目になりますかねいや7人目になりますかね。じゃーん、我が家に新しい家族が増えましたっていう、こちらの見て見て、止まらんくない、こういうタイプの犬クマなんだろうね、これは犬なのかクマなのかちょっとわかんないんですけど、座ってるタイプの犬じゃなくって、こうやって寝てるタイプの犬かクマです。もうね、あのね、タルンタルンなのタルンタルンなのよ、ちょっとこうタルンタルンタルンみたいな可愛くない？めちゃめちゃ可愛くない？もうこの子にね一目惚れしてしまって、今日はコストコは買わずにまたね来月行こうかなって思ってたんだけど、この子を見てしまって、しかもこの子3900円という、そう、もうなんか可愛いフォルムに可愛い値段だったので、ついねお家に連れて帰りたいと思って買ってしまいました。これでさ、もう抱っこして寝てもいいしさ、こうやってさ、なんかさ、またいでドンって乗っかってさ、マジで気持ちいいのよ。そうだからね、そう、なんかたくさんいたんですけど、この子が一番私は好みだなと思ってこの子を選びました。ちなみにこれね茶色なんだけど、白の子もいました。白と茶で迷ったんですけど、私は茶だなと思って、そう、茶色をね買ったんですよ。これね、寝っ転がらすとこんな感じで、こういう感じ、最高なの。クマさんになっております。気持ちいいよね。気持ちいいんですよ。この子を私の隣の車の椅子に座らせて帰ってきました。うん、触り心地も最高なんですよ。そしてね、顔が可愛いの。顔がめちゃめちゃ可愛い。可愛いね。抱き枕としても、お昼寝の子、お布団としてもなんか気持ちがいい感じのクマちゃん、犬さんになっております。こちらもねコストコで買ったマッサージチェアになっております。こんな感じで、まずクマさんですね、クマちゃんが加入しまして、まだございましてですね、次はまあ普通ね、これね、フリルレタス、コストコのフリルレタス、めちゃめちゃ美味しくてシャキシャキで、スーパーで買うのよりもシャキシャキだったの。だから今回も2回目になりますが購入しました。はい、で、あとはこちらのマッシュルームですね。テイも好きっていうのもあるんですけど、なんかこうサラダにマッシュルームをこう炒めて乗せたりとか、あとアヒージョ、そう、前回買ったエビがまだいるのでアヒージョにして食べようかなみたいな感じで、そう、もりもりで美味しいのでこちらのマッシュルームを購入しました。そしてですよ、次がラストなんですけど、購入したアイテム的には、で、今の商品あるじゃない、みんな覚えてる、そのクマさんとサニーレタスと、あと何、マッシュルームと、今回のもう一個買ったやつで全部合わせて3万いくらいったんですけど、残りの2万いくらは何みたいな感じでしょ、思うじゃない。そう、それがですねじゃん無理なんだけど、無理だ、持ち上がらん、じゃん、
やばい、ちょっと動画じゃ伝わらない大きさかもしれない。こちらのですね、10kg のプライムビーフ肩ロースっていうものを買いました。ちなみに金額的には22,138円になっております。やばくない？ちょっとね、本当に正直なところよ、これとあともう一回りちっちゃいのが売ってたんだけど、もう一回りちっちゃいのを悩んでたの。そうで悩んで、まあ一周してもう一回考えようと思って、一周して帰ってきたらそのちっちゃいのがなかったの。なくって、もうこれしかなくって、悔しいから買っちゃったよねっていう感じなんですけど、もうね、もうこうよ、こう、こういう感じのサイズ感になってます。やばいよね。そう、ただ結構これは筋が多いかなっていう私の憶測なんです。だからちょっとそれをうまく取り除いて保存していこうかなと思ってます。でもね、コストコのこのね、肩ロースの筋ちゃんと取れば牛筋として煮込むとめちゃめちゃ美味しいんですよ。ちょっと時間はかかると思いますが、筋を抜いて、まあ、お肉の部分と分けていこうかなと思ってます。 YouTube やってなかったらこれは絶対に買わなかった。逆にこれの一回りちっちゃいのを買った人は誰だったんだろうってマジで思う。業者かなみたいな。そう、これ一本買ってるのなかなかなくない？これでもさ、あれよ、これ10キロだけどさ、妊娠するとここに10キロつくわけじゃん。そう思うとすごいよね。この重さをさ、お腹でさ支えてるってことだからさ、それはマジで感動するよね。すごいよね。ちょっとこれまな板に乗るかな。お風呂入ってみようか、これを手伝わないと。いや、お風呂入る前にこれを手伝わないといけないと思う。お風呂入っちゃったらさ、ダメやん。仕事帰りは速攻お風呂入りたい。いや、私だって入りたいやん。あれ、分かったの。これさ、乗るかな。これどこからどう切ればいいんだと思う。これね、しかもね、今日ね、私ね、軽いぎっくり腰みたいなやってんのよ。なのにこれ生でやるの。何、生でやるよ。どうしたら正解なんだろう。正解はないでしょう。部位分け多分なんか筋で剥がれると思うんだけど、あ、なんか見たことある形っぽい感じがある。いや、そうだ、多分ね、スライスすれば見たことある肉にはなるよ。ただちょっと筋は抜きたいの。牛筋として食べたいから一回出してみるか、はい、とりあえず一回このさ、これ一回そこでやった方がいい。ちょっと開けようか。一回それでさ、なんかさ、やってみない。んいつも出てくる。こうやって、いいよ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 。とりあえずだから、開けてみよう。あ、ちょっと待って、もう一個紹介し忘れした。やばい、見て、じゃん、ピザ。初めて買ったの、あのコストコのさ、フードコートのさ、ピザ。あ、あれ、うん、あのいつもホットドッグしか食べないじゃん。こんなでかいホールピザっていうのが出てた。でかくね。これ1900円だよ。めっちゃ安くない？これはリーズナブルな気がする。うん、もうカットされてるし、まあ冷凍してもいいし、本当はもっとね、出来たてね、めっちゃ美味しそうだった。我慢した。いや、食べてきた。食べたの。もう私は食べてきました。何やと。そう、このピザも買ってみました。冷凍しましょう、はい、これは明日の朝晩ご飯でもいいね。晩ご飯だ、確かに。はい、ってことで本題に行きますか。待って、大丈夫かな、不安なんだけど。私、待って、ほんと軽い、今ぎっくり腰みたいになってて、今コルセット巻いてんの、すんごいんだから今。あ、俺、そうなんでしょ。そう、そうなん、何もできないからね。行きます。はい、どう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 。でも絶対美味しいと思うよ。あ、美味しそうなお肉だ。あ、美味しそう。これをどうやって持ち上げるの。こっちに持ってきてもらおう。あ、すごい、めっちゃ美味しそうじゃん。あ、牛すじ結構入ってるね。そうそう、ここの牛筋がめっちゃ美味しいの。よし、OK。 いいよ、すごい。もうやばくない？これはやばい。とりあえずさ、とりあえずどこなんだろう、逆に。いや、剥がれるよ、でもこの辺普通に切ってみる。一回センター、センター行った方がいいよね、うん、ここ、そこだな。おお、あ、意外と、はい。ちょっと、センターで切るとセンターでちゃんとこのあれが、やっぱ筋が結構いった。せーの、ドン。
美味しそう。分分けできちゃんとできてるじゃん。分分けできるんじゃない。うん、ここでちゃんとこういってここ切り取って筋として取っていけばいけそうだね。いけそうだな。うん、あ、剥がれるよ。ちゃんと筋で取りたいよ。うん。なんか途中で迷うよ。途中で迷うな。うん、あ、美味しそう。うん、美味しそうだ。めっちゃ美味しそう。絶対牛すじこれ。ねえ、牛すじもめっちゃ美味しいよね。ほら、どう。あ、なんかすごくない。で、ちょっとこの筋っぽいとか後でちょっとずつ落として、こうやって買った方が安いのかな、どうなんだろう。どうなんだろう。でもさ、大家族とかはさ、行っちゃってもいいかもね、なんか。そのこと？うん。コストコのさ、このさ、筋の部分、マジでめっちゃ美味しいよ。で、ほら、もうこれで今赤身、ほぼ赤身だから、これをちゃんと切っていけば、ステーキ状にさ、こういう感じでさ、切っていけばいいんじゃないの？どうなの？こうかな？ステーキみたいに。魚はさばけるけど、これは初めてやな。まださ、なんとなくわかるじゃん、順序っていうか、なんか肉ってちょっと、サブリーサブリーじゃない？だいぶな。ほら、完璧じゃない？これさ、低温調理したらめっちゃ美味しいと思うんだけど。すごい、ちゃんとできましたね。筋は筋でおこうよ、筋は筋でね。で、ちょっとビーフシチューとか系のさ、ちょっとさ、ゴロゴロしちゃってる感じのやつはこっちにしよう。ここ、ビーフシチュー用ね。で、ここが筋、牛すじ煮込みをみたいな感じで、もう、ね、自分を信じてこう、じゃあ思い切りもすごいけど、すごいね。でももう迷っても無理な気がするんだよ、これもう正解ないもん。でも、もうこういうところも、こういうもうバラバラの感じのやつ、これはビーフシチュー。で、これ筋だから、筋。なんか、スーパーシフだ。でもなんか考えてたらいいよ。これさ、ちょうど明後日ね、たくんの友達のね、誕生日会をね、お家でするのね。煮よう、筋。あ、そうしよう。ほぼ筋やるんですよ。そう思うよね。うん、むずい。肉屋さん尊敬するわ。ね、もういずれやばくない？なかなかないこれ。でもちゃんとさ、行けばさ、焼肉的なのもつけそうなんだけど。本来こういうの牛刀使うのなんじゃん。牛刀、牛刀って牛用の包丁です。うーん、違うのかな。なんか違いそうじゃない。こういうの肉の繊維がとかあるのかな。切れ絶対あるじゃん。でもさ、ここに関しては全部筋じゃない。こういうのも取るの大変だね、これね。うまい、綺麗、さすが A 型。ざっくりいってる感じ。ざっくりこういうことか。うんうんうん、それをこうやって切ったらさ、もうステーキでいけるよね。厚切り？いいじゃん、うんうんうん。あ、こういうこと？じゃーん。うんうん、そうそうそう。絶対美味しいよね、低温で。これで2万ってどうなんだろうね。でも牛すじ買ったら高いからね。じゃあ何のご飯？じゃあ何のご飯がいいかな。卵肉ご飯がいい。卵肉ご飯にする？牛すじ、牛すじやばいね。やばいな、まだ半分終わってないんじゃないかな。とりあえずこんな感じでいけてんの。これ筋ね、筋。ただ筋がやっぱり結構多い。この辺も筋ですね。だからちょっと牛すじ、これちょっと明後日のその誕生日会で一気に煮ます。結構量ある。あるけど、でも普通にスーパーで牛すじ買うとめちゃめちゃ高いのよ。東京は筋があんまりこう主流じゃないっていうの。関西で買うと結構なんか安いらしいんですけど、東京で牛すじを買うと結構な値段がするんですよ。だからね、私からするとめちゃめちゃ貴重部位なの。あとはもうノアが大好きで、牛すじが。そう、だからちょっと筋が多くても私は嬉しい。待って、やばくない？こちら筋ですね。どうしてったら正解なの？これもう切り方も正解がわからんし、動画的にも正解がわからん。で、もう一個別で筋を作ります。
筋が結構多い。ちゃんと綺麗に取れば、もちろんね、筋の部位だけを取ればこうはならないんだと思うんだけど、筋とこう赤身が綺麗に取れないっていうのもあるし、私的にその筋と赤身が結構くっついている方が牛筋煮込みした時に子供たちも食べやすいっていうのがあるので、そう、もうね、お肉付きでいっちゃう。なので我が家はぴったりでございます。やばい、結構あるよ。運動も作んなきゃいけないし、ノアの習い事もあるし、みたいな状況でこれを買ってしまったっていう。ちなみにね、明日ね、運動会なんです。そうなの、運動会なんですよ明日。はい、今日ね、自分で問題作ったの、算数の、割られる数が1億って、割る数が1000のくらいの計算でやったの、できた。おー、すごいじゃん。10個買った。すごいすごい。全然わかんないです私、言ってる意味が全然わかんなかった。どういうことか、基本的に私は知ったかです。どう、そっちゃん、このお肉今日のご飯は、これ焼いてもいいね、今日の夜ね。そっちゃんはこんな多すぎない？確かに、いや、これは多いよ、これはありすぎだよ。10キロあるからね。10キロはやばいでしょ。はい、ただいまこんな感じになっております。10キロのお肉たちです。まだこれとこれだけだね、あと。でも他は割と全部カットしました。これ牛すじね。そしたらさっきお風呂入っちゃって。えらい。とりあえず今からもう筋をメインで取っていく作業だけやろうかな。あー、腰が痛いです。あれよかったの、これ。あ、今日はね、マジでね、こういうね、ものはね、飲まずに行こうって思ってたんだよ。だから、コストコのいつもの、あのバッグ、保冷のバッグは持って行かなかったの。買わないって思ったから。いるやんと思って。いるやんと思ったけど、今日ちょっと寒かったから、なくても全然大丈夫だったけど。はい。じゃあ、ママがこれを終わるか、空がお風呂入るか、勝負だからね。いいよ。負けた人が、勝った人にキューをする。はい、よーい、スタート。はい、そっちゃんのアイスがなしってこと？で、ママが負けたら、何がいいかな。洗い物をしないっていうと。ママはもう何もしないって。それにマッサージ。いや、そっちゃんマッサージするっつったってさ、めっちゃくすぐったがるやん。まだ半分なんだけど。そうでしょ。このお肉でさ、あれやっても絶対美味しいよね。ビーフシチュー。嘘だろ、早すぎだろ。ねえ、洗ったちゃんと。え？いや、まだママこんなにあります。出る気がしないよ。なんなの？待って、マジでさ、どうしたらいいのこれ。ステーキとして使いたい。はい。なんで、早すぎだろう。おお、すごいことなってるやん。手伝いますか。ほとんどもう終わってるやん、トリミング。いや、これ結構やばい、ここ。マジ牛すじ。はい、牛すじ。はい、牛すじ。見て、綺麗だよね。ローストビーフにしたら美味しいところ。これはこのままちょっとローストビーフ用に1本取っておこうと思います。オービーよ。これもう完全に筋でしょ。黒牛すじ。これだけで普通にさ、1000円近くするよ。牛すじ高いよね。めっちゃ高いよ。逆にさ、思うんだけどさ、すっごいさ、仲が悪いさ、夫婦がいるとするじゃん。これ買えば仲良くなりそうじゃない？逆に喧嘩するよ。なんで？牛すじ邪魔とか言って。労働作業。だったら、こんなんでかいのじゃなくて、普通に一人で料理作ればいい。パワーのさ、そぼろさ、これの端肉刻んだらさ、インチにすればいいんじゃない。そうそう、叩くか。スープロで、っていうかみんなそれでいいじゃん。確かに、今日の晩ご飯はこんだけ肉できたから、
端肉で袋でミンチ作ろう。マジでやばい。こういうことね、こうやってしまっていく。でもね、多分安いと思うんだよ、普通に買うより。でも全部牛すじだとしたら高いよ。え、牛すじだとしたら高い。牛すじがキロ2000円するって言ったら結構高いと思う。でもほら、ステーキの部位も取れてますんで問題はないかと。なんなら4分の3牛すじ。これさ、やっぱり肉のことをちゃんと知ってる人が切らんと。でもほら、いい感じだよ、これローストビーフとかステーキできるよ、ほら。これでカレー作ったら相当うまいよ。いや、めっちゃ美味しいよ。さ、うちら多分こういう作業嫌いじゃないじゃん。魚さばいたりな。うん、いい感じになってきたぞ。よし、フラジップロックで、ほら、いい感じです。ほとんど牛すじやんけ。どうせカットされるだろうから話しますけど、だいたいこういうものを買った時は電話が来ます。笑ってます。報告があるんですけど、なんか買ったやろって言ったら、バレましたかとか言って、今回もなんかでっかいの買ったんやろなと思ったら、牛すじでした。牛すじじゃない、肩ロースでした。のんがさ、やっぱりさ、コストコに行って目の前にあるものに対してスイッチ入っちゃうから、今日コストコ行くんだって時にちょっと、あ、なんかあるなとは思ったけど、やっぱりあった。牛すじを解体する作業はなかなかやることないからな。ある意味貴重な体験だ。いいですね、これ。このアングル俺頑張っても全然切るとこも顔もつらい。難しいよね、この綺麗だよ、これ絶対美味しいじゃん。これ私やったところだね。いや、俺がカットする。塊をね、そうそう、私がブロックにしてた君が、そうそうそう、ちょうど作業です。これ焼肉用美味しいよね。ほら、これちょっと焼肉スライスみたいにしよう。切っちゃう、ギリギリで切った方がいいよ、牛タンみたいに。今日は焼肉にしましょうって時に、そこからつけだれとかじゃん、なんか入れた方がいいかな。ほら、まあ、めっちゃいい肉じゃん、ね、めっちゃ美味しそうじゃない。今やってん今やってん。見せたかった。めっちゃいい肉じゃん。これめっちゃいい肉じゃない。叙々苑レベルだよ。うん、いいと思う。あれ？焼肉。焼肉って違うよね。ん？あれ？何が違う？これとこれが逆か。そう。焼肉。間違いを探せ。最近そういう開き直りができるよね。これカレー用。え、これカレー用。カレー用分けたいね、それね。うん、1回分じゃないよね、これ。小分けになってる。大人なら食えるよ、子供にはいい場所を食べさせて。よし、切った、切ったぞ。スージこれどうカレー用でこういう感じにしたんだけど、ちゃんと小分けにした方がいいかな。もうこうで、折ってしまっといて、手前を1回分としてパキって折って解凍すればいいか。そのスタイルでいきます。こちらがですね、ポルチーニのピザなんですけど、これもコストコで売ってまして、セイリーのお土産で買ってきたわけですよ。これね、美味しかったの。でももうチーズは固まっちゃったから、こうやってステーキ食べた。ジューってやってた。それでやったら、やけどしたやつもいました。泣いたやん、めちゃめちゃ泣いてたやん。ステーキ屋に行って火傷して大泣きするっていうね。いや、でも泣き方すごかったよ。いけたんじゃないでしょうか。 OK、 できた。はい、ということでこんな感じで10キロのお肉をきれいにかどうか謎ですけど、こんな感じで保存タップにまとめました。まあ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 、いいんじゃないでしょうか。ちょっとね、やっぱ筋の分が多かったんですけど、マジで本当に美味しいので良かったと思います。そうしましたらですね、こちらのお肉さんをこちらのフープロにかけて肉を作ります。先ほどのコアのそぼろご飯を作るために、そぼろがないのでミンチにすればなる。普通ミンチ肉ってどこもミンチしない。じゃあ絶対美味しいじゃんね。
でもさ、これでハンバーグ作ったらめっちゃ美味しいと思うんだけど。本来これ高級店はこうやってハンバーグ作るんだよ。待って、なんか YouTube ってさ、こうじゃない？こうじゃない？はい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 。あ、粘りが出てる。ちょっと待って、でもさ、これさ、ダメじゃない？そぼろになるんかな？インチすぎ。ハンバーグじゃない？ハンバーグの種ができました。できると思うよ。ミンチ肉ってやっぱミンチのあのつぶつぶがミンチなんだ。いやそうだよね。はい、一回やってみようよ。これでハンバーグ作ったら超高級ハンバーグできるよ。いやそうなんよ。多分だからハンバーグが絶対美味しいよね。じゃーん、こんな感じの、もうあのなんて言うんでしょう、マグロのたたきみたいな感じになりまして、そぼろになるのか問題。そぼろよりもハンバーグが絶対に美味しいね、これはね。ちょっと待って、ちょっとだけやってみよう。パラパラになるのかな。あ、いいじゃない、いいじゃない。絶対おいしいじゃんこれ。待って、ちょっとさ、今日さ、もうさ、せいたちさ、そぼろご飯、ネギトロ、そう、ネギトロみたいにした。ちょっと今日はピザもあるし、いろいろ炒めご飯とかも残りがあるから、ここだけ。これはいいや。ちょっとこんだけあれば今日十分よね。これもさ、あれに入れて。ジップロック？うん。え、めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。じゃーん。ちゃんとミンチになりました。そぼろになったね。900%。うん。これマジでめっちゃいいじゃん。めっちゃ良くない？コアのそぼろよ。で、固まってるから取りやすい。ハンバーグにしても、カレー用にさ、やったやつさ、ハンバーグにしてもいいね。ミンチにしてね、絶対美味しいわ。はい、こんな感じで忘れないように。はい、筋肉でいいよね。ミンチ、うん、OK、 OK です。味はうまい、ユーって感じ。どう？うまいっしょ。あ、柔らかいね。ね、美味しいよね。めっちゃ美味しい。全然違う。めちゃめちゃ美味しかったです。そぼろご飯のそぼろじゃなくて、ね、ちゃんとハンバーグのそぼろ。そう、ハンバーグの感じよね。うん、それはすごい分かる。なんか食べやすいかも。うん、ちっちゃい子とか子供とかね。いつものそぼろよりうまい。うまいよね。やっぱね、牛 100% だからね。次これでハンバーグもやってみよう。煮込まないハンバーグね。焼きハンバーグ、これチーズインハンバーグとかしたらめっちゃうまいよ。よかった、よかったよ。なんか2万2000円のお肉を買うのに結構勇気がいったの。でもいざこうね、やってみたらいろんな料理に使えるなっていうのが分かったから、なんか逆にこうミンチを買うとか牛肉を買うとかやるよりも、まあ大変は大変だったけど、でもすごいなんか良かったなって思いました。また買うかどうかは分からないですけど、きっと美味しい牛すじだったりとか焼肉だったりとかハンバーグになると思うので、今回はすごい買って良かったなと思います。ということで、こんな感じで、まあ、購入品からのなんかよく分かんない動画になってしまったんですけど、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、そして TikTok にアジュシャルム、そしてパセリやってますので、そちらも概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。